スフィンゴ脂質の構造、R 部分の違いにより、スフィンゴ糖質とスフィンゴリン脂質とに分類される。スフィンゴ脂質とは、調査塩基成分として、スフィンゴイド類を含む複合脂質の総称である。すなわち、スフィンゴイドに脂肪酸がアミド結合したセラミドを共通構造とし、それに糖がグリコシド結合したスフィンゴ糖質とリン酸及び、 塩基が結合したスフィンゴリン脂質とに分類される。他の複合脂質には、スフィンゴイドの代わりにグリセロールを含むものが知られており、それらは、グリセロ脂質と呼ばれ、複合脂質を大きく二つに分類づけている。スフィンゴ脂質の分布はもっぱら動物界であり、植物界、酵母には少数存在するのみである。動物界では、スフィンゴイドとして、 スフィンゴシンを含む場合が多いが、植物界ではフィトスフィンゴシンを含むものが代表的である。つまり、量の差はあれ、両者とも相互の生物界に分布している。スフィンゴ脂質の代表としては、スフィンゴミエリンが知られており、スフィンゴシンの第一級アルコール元がリン酸とエステル結合し、リン酸は、ついで別のアミノアルコールでアルコリンとエステル結合している。 そして第2級アルコール。ここではコリンも、またリン酸とエステル結合している。スフィンゴミエリンは両親媒性分子であり、神経系の細胞膜に存在する。なお、スフィンゴ脂質の消化吸収は、他の脂質と比較すると吸収率が低い。とりわけ、スフィンゴ糖脂質は、とても低くほとんど吸収されない。ありがとうございます。